皆さんこんにちは。双子ソプラノデュオ山田姉妹の姉花です。妹レイです。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日お聴きいただいた曲は花の街でした。今日はもう4月に入りまして、すっかりと春ということで、映像の中でも前回の動画に引き続き逗子の春を紹介しながら歌いました。お花見シーズンではありますが、思うようにはお花見もできないと思うんですけれども、この動画で少しでも逗子でお花見をした気分になっていただけたら嬉しいです。ちなみにレイは逗子の桜スポットでおすすめは？前回ご紹介した鹿鹿記念公園、ここはもう桜が満開で、結構親子連れとかね、あとワンちゃん連れた人とか、そういう人もお花見してたりとか、もう遊び回っててすごく賑やかでおすすめです。あとちょっと前なんですけど、河津桜の時期は広山公園と大崎公園が本当におすすめです。私最近車の運転をするんですけれども、車で通るとすごい綺麗な場所があって、瑞陽高校っていうところがあるんですけど、そこに行くまでにずっとこう箱根でいろは坂みたいなそれの短い版みたいなこう坂があるんですけど、そこの道路沿いが全部桜で、桜のトンネルをこう車で走れるので見てほしいなと思います。もうあと来年だね。もう来年その坂道の途中にある桜山中央公園っていう公園があるんですけど、小さい頃からよく遊んだ公園なんですけど、その公園も本当におすすめで、この前おばあちゃんと母と私でお花見したんですけど、もう桜が満開で贅沢な空間でした。ぜひ皆さん来てみてください。今年のコンサートは秋ぐらいまではちょっと数が少なくなってしまうんですけれども、この YouTube は更新していきますので、変わらず応援のほどよろしくお願いします。ということで、また次回の動画もお楽しみに。山田姉妹、歌はお任せ。バイバーイ。